3583。お久しぶりですね。最近報告ないじゃないですか。<laughs> いかがお過ごしでしょうか。はい、あのー、まあ、アンケートで書いていただいてますけど、限界、限界か、限界値を決めるというのが限界、うん。 別に決めてもいいんじゃないですか <laughs>、うんえ。決めちゃダメなんですかね。今日じゃあ5本やろうとか、なんか10本やろうとか、決めてもいいんじゃないですか、うん。僕の場合は限界値を決めてますね。どちらかというと。どういうことかっていうと、あの、なんだろうな。商品売りますとかね。今回もプレゼントしますとか。 っていうのを決めて言って、コミットしてやらないといけない状況を作って、プレゼントを配る、うん。で、今ちょっと一人一人撮ってるんですけど、今日しんどいっすね。<laughs> 今日はちょっとね、一人一人結構がっつり話してる部分あるんで、まだ半分ぐらいか。いや、結構しんどいっすね。撮り始めても、3時間ぐらい経ったか。まあちょっと休憩しながらやってる部分あるんですけど、 ちょっとパワー使いすぎてますね、今日は <laughs>。まあでも今日はもうも、う僕の限界を超えるぐらい多分喋ると思います。まあ、ようやく半分ぐらいになってきたんで。だから今やらないといけない状況だから、ね、僕は一人一人ワ,、ま、あのワンツー動画でこうお渡ししてるっていうのは決めてやってるので、うん、自分が決めたことで限界を超えていくっていう。う だ決めるというか、コミットをするっていう、やることをコミットすればいいんじゃないですかね。うん。そもそも限界値ってわかんなくないですか何をもって限界値なのかっていう。うん。何をもって限界値なんですかね。うん、多分限界値って、 分かんないですね。<laughs> やってみないと。例えば、バーベル上げるにしても、じゃあ10、100キロのバーベル上げるにしても、上げずにして、まあ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 、もちろんね、トレーニングしてなかったら最初から1回も上,げ上がんない1回上げるのが限界値かもしれないですけど、なんだろうな、やらずして限界値って分かんないじゃないですか。うん。だから、例えば、今日は何本やるって決めて、やってみた。あ、きついなと。 で、それで分かるわけじゃないですか。そもそも。うん。やろうと決めてできなかった。あ、じゃあ俺は限界ここなのかなとかね。なんか決めて、なんか決めることは悪いことじゃないと思いますけどね。まあ大事なことはまあ、あの、やらないといけない、あの、状況を作ればいいんじゃないですか。コミットするっていう。うん。だから今日はこの程度でいいかと、じゃあ今日はこの程度ではなく、 今日はこれをやり遂げるっていうのを決めればいいだけじゃないですか、コミットして。うん。多分まあ、それだと思いますけどね。うん、なんかその、例えばその、うん、編集者の方とかいるじゃないですか、編集者。で、締め切りもうちょっとです、みたいな。で、上司にね、 すみません。限界なんでもうできませんって言いますいや、お前今日締め切りなんだから終わらせろよみたいな話じゃないですか。もう限界もクソも減ったくれも関係なくないですかもう手つ、寝ずに徹夜でやるとかね。まあ普通にその編集締め切り日とかすごいことになってると思うんですけどね。編集者の人とか。どうですかね。うん。前なんかテレビで新聞のなんか見たんですけど、だからその新聞も、なんかその、なんだ、いろんなパターンを作って、 すぐ発行できるように待機してて、深夜ね。で、ニュースで、で、結果出た瞬間、じゃあこれ行くみたいな。なんだっけな、オリンピックの金メダルか銅メダルかみたいなその表紙で、スポニッチのやつかな。でも、何個かパターン作っといて、で、もう深夜、夜な夜なね、みんな <laughs>。よし、決まったじゃあこれで行くぞみたいなね。で、今日朝出さ、朝刊で出さないといけないから。うん、多分限界超えてると思いますけどね。<laughs> 寝みよみたいなね。 だからそれはやらないといけない状況であるならば、あんまり限界って関係ないんじゃないかなと。だって生きるか死ぬかまでの限界ではないじゃないですか、正直。うん。だから生きるか死ぬかの限界ではないので、そもそも。だからあんまり限界ってないんじゃないかなと思いますけどね、ビジネスに。ビジネスにおいて限界はなあんまないんじゃないかなと思いますね。うん。だからやるべきことを決めてコミットするっていうことが大事だと思いますけどね。うん。 で、それをしっかりと発信して、他者に言うってことですね。他者に。自分にコミットしても自分に負けるんで、自分弱いから。うん。だから、これは他者の目を借りるというか。うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、今回のね、プレゼントを生かしていただければなと思います。ありがとうございました。